はい、梅です。こんにちは。どうぞ。もう、はい、ちょっと今、緊急で動画回してます。今、エクスピアリの中庭ですね。ちょっと台本もなしです。ですね、今話題のですね、ファンタジースプリングスのキャンセルヒロインについてですね、今話題になってます。要はですね、家族連れとかですね、そういう人たちがファンタジースプリングスのキャンセルヒロインに挑戦して、でも取れないって言って、みんな泣いてるっていうね、そういうのが話題になってますね。これについてちょっと僕の考えを述べたいと思います。ちょっと今回は台本なしなんで、ちょっと支離滅裂かもしれません。ご了承ください。まず何が起きてるのか簡単に言うとですね、ファンタジースプリングスね、今ディズニーシーに新しくできた新エリア、こちらにね、エリアに入場するにはですね、原則、スタンバイパス、アトラクションのスタンバイパスを取るか、もしくはアトラクションの DPA、ディズニープレミアアクセス、このどちらかを取る必要があります。それ以外はね、ホテル取ったりとか、バケパ取ったりとかあるんですけども、それはちょっと除外しますね。とりあえずふらふらっとですね、その日、いわゆる、飛び込みっていうんですか、飛び込みで、そのね、当日、予約なしで、行きたいと思ったら、スタンバイパスか DPA 買うしかないわけですよね。で、これ先着なので、朝、要は取り尽くされちゃうんですよね。朝枯れちゃうんですけど、10時以降とかね、10時前にはなくなっちゃうんですけども、10時以降、どうしてもファンタジースプリンスに行こうと思ったらですね、スタンバイパスの、キャンセル拾いって技があって、本当のキャンセル、もしくは運営側がね、追加でですね、小出しで、後から追っかけの追加配布、追加販売とかをどうやらしてるっぽくって、10時以降ですね、10時とか30分とか、毎時00、毎時30分ぐらいにですね、ほぼ定期的にですね、ランダムでスタンバイパスの追加発行があるわけです。で、それをですね、僕らオタクは拾うんですけども、それをキャンセル拾いって言って、スマートフォンをね、両ドレーン出して、なんとかうまく拾うわけです。で、僕もですね、このキャンセル拾いっていうのはですね、結構使えるテクだなと思って、先週ぐらいからですね、たびたびショート動画作ったり、ロング動画作ったり、あと実際にキャンセル拾いでパーク行ってみたみたいな、そういう動画をね、何本か上げてるんですよね。で、実際に撮れてるわけです。でもなんですけども、やっぱり僕が YouTube 作ったり、あと他の人も結構キャンセル拾いってちょこちょこ動画にしてるんですかね。僕他の人の動画見てないか分かんないんですけど、多分してるんでしょうね。で、多分ですけども、僕見てないんですけど、おそらく TikTok とか Instagram なんかでもですね、結構カジュアルなノリで、パソコンなくても大丈夫、キャンセルが拾えるよとか言ってね、舐めた口ぶりでですね、さもイージーに簡単に拾えるかのような、おそらくそういう軽々しい解説動画がね、ショート動画が多分上がってるんだと思うんですけども、実際がですね、先週ぐらいからこの技もだいぶもうね、一般とかにも知れ渡ってきて、やる人が増えてきて、要は取れないんですよね。で、僕も先週の金曜かな、これ撮ってる今木曜なんですけども、先週金曜にですね、このキャンセル拾い前提でインパークしてみたんですけども、取れない、取れない。で、僕が一人でやって、ね、他のものを全部捨てて、スマートフォン鬼連打してもですね、出るには出るんですけども、やっぱ押し負けちゃうんですよね。で、キャンセル拾いってどうやらね、一人とか多人数では難易度に差があるらしくって、一人の方がどうやら出やすいっていうデータもあるみたいで、ね、僕はね、比べてないんで分かんないんですよね。一人の時と多人数の時の違いっていうのをやってみた結果、僕は分からないんですけど、どうやら多人数の方が、みんなの話を聞いてると難易度が高いっぽいんですよね。だから今やる人が増えてて、で、一人でやってもなかなか取れないんですよね。で、ましてや家族とか子連れとかだと、当然ね、お父さんお母さん子供とかって3人4人じゃないですか。で、子供がいないね、ご夫婦とかカップルでも2人だし、で、子連れって言ったら最低3人ですよね。で、それでかつ子供の面倒を見ながら、このスタンバイパスキャンセル拾うって、ほぼ不可能ですよね。
なので、まあ親子とか子連れとか家族では、まあスタンバイバスのキャンセル拾いはほぼ実情もう今不可能だと思います。もう不可能って断言してもいいと思います。なんですけど、そのキャンセル拾いをね、まあ僕らも YouTuber も責任はあるんですけど、まあ僕もそれでも挙げたのは先週とかの話ですからね。まだファンタジースプリングスがその開業してすぐとかスニークの情報で動画を作るので、だからスタンバイパスね、キャンセル拾いも頑張れば拾えなくもないみたいな、そういうノリで上げてるんですけど、まあさっきも言った通りですね、やっぱりインスタとか TikTok なんかでも結構カジュアルな解説動画あるみたいで、でそれで、おそうか、じゃあキャンセル拾いは頑張れば取れるんだって感じでですね、まあ難易度とか全く無視とか考えずにですね、キャンセル拾い前提でどうやらパークに来てて、でそれでファンタジースプリングスのキャンセルなんて全く拾えずに、あえなく撃沈みたいな、でそれで新エリア楽しみにしてたのにがっかりみたいなね、まあそういう投稿とかそういうつぶやきとかがやっぱりあのツイッターとかにあるわけです。でまあでも見てて思うのは、やっぱキャンセル拾い前提っていうのがやっぱ間違いで、そんななかなか簡単じゃないですよね。で僕も初日とか2日目とかね、そういう早い段階のキャンセル拾いも動画も上げてるんですけど、まあやっぱりね、そもそもその時点からそんな簡単ではないんですよね、やっぱり。でそれにファンタジースプリングスに限った話ではなくって、ダッフィーグッズとかクリスマスとかハロウィングッズの時のショップのスタンバイパスだってやっぱり大変だったし、だからスタンバイパスのキャンセル拾いってファンタジースプリングスに限らずショップだって大変だったから、なかなかそんなやっぱ簡単には出ないですよね。なんですけども、やっぱりその家族連れとかがやっぱね、カジュアルな、年に1回ぐらいのカジュアルなね、ゲストがまあ勘違いしちゃってますよね、これ。だからそんな簡単じゃないぞって、原則取らないぞって、原則無理だぞっていうね、まあそういう、スタンスでいた方がいいと思いますよ。だからまあ、風間君流に言うとね、取れると思ってたそっちの落ち度ってことですよね、厳しいこと言うとね。まあみんな風間君のこと大好きだから風間君流にちょっと言ってみましたけど、キャンセル拾えると思ってきたのはそっちの落ち度だぞっていうね、まあはい、そういうことなんですよね。まあでもその言い方もまあ冷たいのでまあでも、ちょっと期待値上げすぎてしまったかなっていう気もしてんですけど、ただでも僕も YouTube 上げたのはやっぱり先週だし、それに僕先週金曜日に上げてですね、まあね、簡単に拾えるかと思いきや、最後の最後ラプンツェルはすげえ苦労して取れなかったっていう、まあ、オチもついてたので、まあ、前半ラプンツェルはサクって、ね、読み通り取れたけど、最後のラプンツェルはやっぱり夜苦労したっていう風に、まあイージーな、ね、ところと難易度が高くて手強いぞっていう一本の動画で、まあ、両方簡単に取れるところとやっぱり手強いぞっていう、ね、両方一本の動画で両方シーン入れたので、あ、やっぱそんな簡単じゃないんだなっていう風に、そういうとこは、まあ僕の動画ではまあ伝わったかなとは思いますね。はい。まあなので、無責任にね、簡単って余裕余裕とかね、そういう風な動画は僕は上げてないつもりでいるので、結構手強いぞっていうね、まあそういう動画にしたつもりです。で、まあその家族がね、そのご家族簡単に撮れるってまあ、勘違いしてしまってるところは、まあ本当に申し訳ないんですけども、まあそんな簡単じゃねえんだぞっていうのは、やっぱね、やっぱりみんなで周知徹底していくしかないですよね。で、ツイッターとか見てると、やっぱりね、そんな簡単じゃねえぞって、やっぱみんなが言ってくれてるし、無理って言ってる人もいるし、あんなのは本当にオタクがやってることなんで、普通の人は無理無理っていうふうに、まあそういう空気になってるので、まあ手強いぞっていうのはね、まあこれで伝わってんのかなと思いますね。で僕も動画でもですね、そんな簡単じゃねえぞっていうことはもうこれから言ってこうと思うし、で先週上げたね、動画もですね、もうラプンツェル実際に撮れてないからね、だからやっぱりまあ簡単じゃねえぞっていうふうにはまあそういう動画上げてこうと思ってます。はい、そんな感じです。まあなのでね、ちょっとね、なんか一部 YouTuber がそも簡単に撮れるかのように言ってるからだみたいな、そういうことを言ってる人もいたので、はい、僕はそういうつもりはありませんし、難しいぞってこと言ってるし、でまあ、
すいません、そんだけ、はい、オチはないんですけどもね。とにかく、キャンセル拾いね、簡単だと思い込んでる家族がいて、かわいそうみたいな、そういうちょっと、軽くそういうプチバズりしてたんで、はい、なんとなく思ってたことをちょっと述べてみました。はい、ではでは、じゃあね。